皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は 100% パスカル先生パーフェクトプレートで遊びます。ますどういったプレートですか？パーフェクトスキャナーで、バトルやミニゲームも楽しめるカードです、はい、バトルで全部で35種類のカードがあるんだけど、ノーマルプレートもグリーン、ブルー、レッドと、レアプレートもブロンズ、シルバー、ゴールドとシークレットの7種類があります。っていうかいっぱいですね。いっぱいですね、うん、最近パスカル先生にハマってるからね。パパも読ませていただきました。すごく面白い漫画だね、あれはね、うん、プレートもあるということでプレートを買ってちょっとどういうものか遊んでみましょうか。はい、1パックに2枚入ってて、それが12パックだから24個。え、そうなの？プレートがある。絶対コンプリートできないと思ったから3箱買ってます。はい、はい、だからこれ全部一気に開けちゃおうか。レアプレートはなんと二重構造になってるそうです。あ、なんか書いてあったね。少し分厚いのかな。豪華 ABS レアプレートってことよね。うん、じゃあ早速開けていきましょう。はい、はい、イラさんは単行本の何巻が好きですか？パスカル先生の1巻と2巻かな。アニメもね、始まったみたいで、おめでとうございます。おめでとうございます。うわぁ、パスカル先生パーフェクトプレート、はい、買わないと退学です。退学なんだ。一袋目開けます、はい、プレート2枚入りって書いてあるね。せーの、いきなりゴールド。チカちゃんと、え、ゴールド？真剣じゃパスカル。真剣じゃ。テーマがあったんだよね、パート1は。あ、うん、冒険王を目指す2人のパスカルの物語が始まるっていう。パスカル王国に暮らすヒーローパスカルとクールパスカルは伝説の冒険王となるべく心、技、体の3つのかけらを探す旅に出る。さあ、壮大な冒険の始まりだっていうテーマがあります。そのテーマに沿ってカードが作られてると思うのね。うん、かなりの枚数があるからどんどん、行きましょう、はい、開けていきましょう。なんか楽しみだ。楽しみだね。袋全部コンプリートできればいいね。せーの、よいしょ。またゴールド。出たのはグリーンの抜き打ちテストパック、パスカルとゴールドのドラグーンパスカルでした。一袋にレアプレートとノーマルプレートとノーマルプレートが1個ずつ入ってるんだよ。すぐ揃うよ、これゴールド。ありがたいですね。はい、どんどん行きましょう。はい、せーの、えい、あ、わ、それ何？グリーンの機関車パスカルと、シルバーのシャドーパスカル。なんかシャドーパスカル全部ハテナだよ。本当だ。パスカル先生がたくさん出てるからグリーンのチカちゃんが珍しく見えてくる。4袋目、せーの、えい、ん、お、また銀来た。お、グリーンのラーメンパスカルと、シルバーのライジンパスカルでした。ライジン、なんか強そうだね、ライジン。ブルーかレッドが欲しくなった。お願い、はい、せーの、よいしょ。お、ブルー来たー。ブルーのヨットパスカルと風神パスカルでした、うん、次は6袋目だね。今のところまだ被ってないね。あ、被り1個もないんだ。うん、そうそう、今のところね。せーの、おい、おい、お、うわ、なにこれ。出たのはブルーのカレーパスカルとシルバーの王様パスカルでした。王様パスカル、ヒゲめっちゃある。よし、それじゃあ7袋。はい、どん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 行きましょう。チョキ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 、せーの、よいしょ。ん、またまた被りが出る。ブロンズだ。多分初めてブロンズ出たよ。お、ほんとだ。出たのは、ブルーのナイトパスカルとブロンズのユニコパスカルでした。ユニコパスカル、かわいい。かわいいじゃん、それ。パスカル先生に見えないよ。すごい、今のところ被り全部ないよ。8袋目ですね。はい、せーの、よいしょ。ん、お、出た、ブロンズ。ブルーの大人パスカルとブロンズのドラゴパスカルでした。次9袋目だよ。12袋あるから2箱。せーの、よいしょ。レッド来た。あ、ノーマルプレートの中で一番珍しいやつですね。うん、よいしょ。レッドのバイクパスカルとブロンズの死神パスカルでした。なかなかレア、あとレアプレートのシークレットが出ないよ。シークレットってどうやってわかるんだろう。アキちゃんはパスカル先生の中で誰が一番好きですか、キャラクターで。立花光かな。
え、誰それ。伝説の不良、さあやろうじゃないかって言ってまた相撲で。何相撲なんだよ。そう、あー、はい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 、はい、仮面かぶってて見た見た、覚えてた。この仮面は親父でも外れたことないのにってパチンって記念すべき10袋目。はい、せーの、はい。お、またまたレッドディッシュね。王国城パスカルと、うんうん、ブランドの王子パスカルでした。2つだ。ねえねえ、パスカルじゃないのってさ、チカちゃんだけだよ。そうだね、珍しいチカちゃんの方だすごいパスカルで押してきますな。カンはね、うん、スティーブが面白いよ。いや、カンちゃんスティーブね。スティーブくんは面白いね、うん、スティーブくん出てほしいな。11袋目、はい、せーの、たーんげ、んレッドの、はい、プリンパスカルと、はい、ブロンズのクールパスカルでした。それブロンズ、うん、え、クールパスカル、クールパスカル主人公じゃね。うん、そうだよ。これレアじゃねえの。シグレットだよこれ。え、シグレット、うん、ブロンズ、ブロンズ 1,2,3,4,5。 はい、じゃあ行ってみましょう。最後ラスト、せーの、こい、レッドの女王パスカルとブロンズのヒーローパスカルが出ました。え、シークレットどれ。でもすごい、主人公のヒーローパスカルとクールパスカルが出ちゃったよ。でもすごいよね、全部かぶりじゃないの。すごいね、うん。じゃあはい、 2箱目いってみましょう。はい、何が何だかちょっと分かんないけど、とにかく缶はゴールドが欲しい。2箱目の1袋目、せーの、ん、あっ、出た、グリーン、スーパースティーブ、きたー、人きたー。これやこれは知ってる、パパも聞かねえな面白いよね。で、うん、ゴールドは真剣じゃパスカル、かぶった。に、してない。黒目、チカちゃん出た。あ、チカちゃんパかぶったね。出た出た出た、ゴールドゴールド。はいはいはい。破壊人パスカル、イエーイ、ゴールド揃ったんじゃないこれ。ちょっと怖い。え？グリーンはチカちゃんです。ゴールドが。待って。コンプリート？コンプリート。三種類だ、コンプリートしてる。イエーイ。三袋目、おー、ブルー、あ、立花ひかる来たよ、よっしゃー秋の好きな立花ひかる、ブルー、シルバーがペンギンパスカルでした、うん、はい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 。四袋目、はい、はやと来た、スーパーパスカル来た、おお、スーパーパスカルとはやとくん、セットだセット必殺技ツッコミ、五袋目、はい、早速かぶった、ブルーのカレーパスカルと、うん、ブロンズのユニコパスカル、はい、セットでかぶるんだこれ。6袋目でーす、はい、せーの、お、あ、またかぶった。はい、さすがにもうここまで来るとかぶり出すね、うん、ヨットパスカル鼻水出てる7袋目、はい、ん、うん、あ、いや、これはかぶってる、開けますよ、はい、せーの、ほい、スーパーチカブルーのスーパーチカとシルバーの心のかけらパスカル出ました。これが、え、これがシークレットじゃない、わからない。いや、そうだよ。な、何を、心技、心を、技、体、うん、心だよ、これが探してた。来た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 、これを探す旅を続けるんだよ、主人公がね。来た来た来た、よっしゃ、せーの、ドン、うわー、え二人とも人間セットだ、やったね、やった、こういうのがいいね、うん、え、レッドのスーパーハヤトと、はい、知ってる知ってる、ブロンズの校長先生校長先生パパ好きだな、この人いつもこの格好だよ。はい、9袋目、せーの、ん、あ、出た、金森スティーブ、ね、お、え、これシークレットじゃない、めっちゃキラキラしてるよ、きた、影と同じじゃん、すげえ、それシークレットだ、絶対これシークレットだよ、やっただよね、それ絶対シークレットだよね、ほらレインボーに輝いてるもん。と出たのは、はい、グリーンの金森スティーブと、これは多分シークレットのワールドキングパスカルでした。おっしゃー、あー、なるほど、こうやってシークレットがわかるんだ、へえ。超かっこいいんだけど。今のは10枚目でした、はい、はい、11枚目、せーの、かけらこい、かけらこい、
かぶってる。両方かぶってる。あ、マジで？レッドのバイクパスカルと、うん、ブロンドのドラゴパスカル。2箱目ラスト、せーの、はい、あアプリパスカル、やっぱりかぶってる。もうあれだね、なんだ、かぶりがワンサが出てましたね。わお、かぶりですね。うわお、かぶってる。あ、出てる。あ、でもパパ校長のプレート好きだな。あー、2つともかぶってる。あー、かけらは出たの嬉しいけど心だ。え、でもこれ心しか出ないんじゃない？ボリューム2も、うん、ほら探してるじゃん。ほんとだ、心しか出ないんじゃない？そうなのかな。はい、と8袋目、はい、せーの、はい、あ、ナイトパスカル出たっけ？出てない、うん、多分多分ナイトパスカル多分出てないよ、ね、出てないね。いいね、いいね。ブルーのナイトパスカルが出ました。はい、はい、かぶりまくりですね。パパかぶとライジンがないね。1,2,3,4,5,6 ライジン、あ、シルバーコンプリートじゃん。じゃあ金も、え、金も、あ、ゴールドも全部あるからコンプリートよ。開けてる時は分からなかったけど、はい、全部揃ってました。全部コンプリートできてたね。うん、36種類全部あったよ。はい、全然気づかなかった。今度ね、ボリューム2も試してみましょうか。はい、はい、じゃあボリューム3、ボリューム2で次の1個かけらがあるのかな。そういうことですね。あ、なんかちょっと謎が解けてきたね。あのスキャナーでゲームとかいろいろ遊んでみると、内容をね理解していけると思うんだ、物語のね、うんうん、スキャナーでも遊んでみましょう。はい、はい、今日は 100% パスカル先生のパーフェクトスキャナー、パーフェクトプレートで遊びました。ました、ました、ました。ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではまた、バイバイ。大活躍。